こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアーをお送りいたします。ポリッシュ？今回はジャパンカップ準々決勝ですね。秩父鉄道の色みたいなのよな、一時期に。出なかった。ちょっとピンチでした。展開ですね。大した展開。さあ、エリカ、チャンス、選手点の。おーっと、バン切られた。おっ、くわえて、入ってしまいます。選手点が欲しい。もうほとんど前半時間ありません。ここで前半終了。
係性も追い込んだらちょっと面倒なことになります。なんか中荒れてるんですけど、お、三宅うまい、もう直接持っていきそう。左外しちゃうか。ほんなら隣にいる選手にパスした方が良かった。もうちょっと引きつけてシュート打てばよかったのに、危ない。あとここで中盤が全員疲れている。狙えるのは2人。スローインを奪いました。通常熱の一人交代ですね。マークリバーズは交代枠を使い切ってしまう。お、うまいくるみ。おっと、これクラリスに渡すが決めきれない。後半も半分を経過しております。危ない。え、何やってんだ。すみません、その最大のピンチが夏木がキャッチ。ちょっと流れが悪いな。ゴールですね、これ。チャンス、このキープ、夏木キープ最後は叩き込みました。残り10分。さあこのまま行ってほしいが、あなたのしぶとい、危ない、目測誤っていないな。まだピンチは続く。ボールに返す体勢がすごいな。ナイス。さあ時間がだんだんなくなっている。なお最後にちょっと無理があった。試合終了。クラーカリバーズ準決勝進出です。前半比較的ゆったりした展開でした。チャンスをつかむの決定的なチャンスとまではいかない。ここですね、すごくチャンスだったんだが、シュートを打ってくるすが、これは残念だった。もうちょっと落ち着いて決めてほしかった。先制点を取りまして、なんかこのすごいね、4人敵がいる中でそれを関してかつ振り向きざまシュートを打って、振り向きざまじゃないか、ここ危なかったです。キーパーもそこ誤ってしまった。ちょっとクリアしてピンチを出しました。準決勝の相手は
あと筑波高まだ因縁の相手とりますよ。大阪とキャピタルと東京と順調に競合は勝ち上がってますね。ベスト4です。仕上げでその武蔵野方熱とのバトルですね。ないですかね。同じメンバーでしっかり勝ち上がりたい。そして準決勝筑波長間戦となっています。同じ相手とよく戦いますね。最終戦です。というわけで、A 増えてたかな。次の試合が M1 優勝を決定する試合となります。順位表、クラーカリバー様、スコア高まりに勝ち点2点差をつけております。スコア高まりは直接対決で勝っていますので2連勝だったよな。なので引き分けでも優勝できます。もちろんつくばは勝つっていう条件はありますが、つくば高まりが勝ってクラワーカリバーズが負けた時のみ逆転されます。ホネットは7位25点です。得失点差マイナス3点、6勝8敗、7引き分けということで、ここはしっかり勝っていきたいと思います。やっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。カルチョビットアーの動画集もございます。こちらも説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。